どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。ちょっと今からね仕事始めようと思ったんですけど、その前にね気合い入れるために ってわけじゃないんだけど、こんなね、創作談義の動画を作ってみようかなと思って、まあ今日はねもう動画といっても音声だけですので、ラジオ感覚で聞いていただけたらなと思います。まあ普段はね映画レビューなんかをしているんですけど、一応込めてもねミステリー作家なんで、たまにはねこうやって創作談義なんかもね、やりたいなと思っているわけです。で今日の話の内容なんですけど、長編初心者が心がけることっていうことで、まあ作家になりたいとかね、あと小説書きたいっていう人は結構たくさんいるんですよね。でもそのほとんどの人たちは短編小説なんですよ。この場合彼らが書きたいとかね、書きたいという小説っていうのは短編小説がほとんどなんですね。だけど作家デビューするにあたって求められるのはほぼ間違いなく長編小説なんですよ。短編小説がね求められるのはどんな時かっていう、言うとね、作家デビューしてから売れた時です。売れた後です。本がねデビュー作とかがまあ何らかの本が売れるとですね、各出版社の編集者が連絡を取ってきてね、まあ挨拶代わりに文芸誌などに短編を書きませんかって依頼が来るんですね。その時に初めて、短編小説を書くことになるんですけど、そうでない限りは常に長編小説のオファーが来ると思ってください。でなんでかっていうとね、短編小説集めね、短編小説は一冊の本にならないんで、まあ必然的にね短編集になるんですけど、今日本ではね短編集って全く売れないんですよ。まあそれ東野圭吾さんとかね、宮部みゆきさんとか売れっ子作家だったら売れるんですけど、まあデビューしたてのね新人、まあ少々売れて名前がある人でも短編集は本当にね笑っちゃうほど売れないんですね。なのでプロ作家になりたい人は長編小説を書くということはねもう避けては通れないんですよ。一番最悪なのが、はい、なんかね短編の文学新人賞でデビューしましたっつった時に、長編をね今まで一作も書いたことがない人っていうのは、これはもうね死亡フラグ立ってますから。なんでかというと、もう次ね、いくら短編の賞で受賞しても、受賞後第1作はね、おそらくその短編を含めた短編連作とか短編集になるんでしょうけど、次は長編小説のオファーになりますので、その時に長編小説がね、書いたことがないとかっていうと、もうね、なかなかそんなね、すぐに書けるもんじゃないんですよ。一応一席ね、1年やそこらでね、書けるもんじゃない。でも、デビューしたらね、やはり、新作、デビュー作を出してから、できたら1年以内には新作出したいんですよ。ねえ。だけど長編小説書いたことない人が、たった1年で商業レベルの長編小説って書けないんですね。で、結局書けなくて、2年3年が過ぎて、まあ、忘れられていく。で、やっと長編小説書けましたって頃にはね、編集者からのオファーはもう来なくなっているというね。だからもう一回デビューをやり直さなきゃいけないってことになりかねないので、まあ、作家デビューを真面目に考えてる人は、できたらね、もう短編小説は捨てて、早いうちから長編小説を手掛けて書けるようにねしておく必要があるんじゃないかなと思うわけですよ。じゃあ偉そうなこと言ってるお前はどうなったんだとね、デビュー前どうだったんだっていうことなんですけど、いや僕もね感覚的になんとなく長編小説じゃなきゃ意味ないだろうなと思って、いやむしろ短編小説なんて時間の無駄だろう、書く時間の無駄だろうっていうことでね、実はね短編小説ほとんど書いたことがないんですよ。デビュー前はまあ1作ぐらいは書いたことはありますけどね。でね書いてみて分かったんですけど、短編小説を100本書こうが200本書こうがね、長編小説のスキルにはほぼ結びつかないです。いやいやいや同じ小説なんだからそんなことないでしょうと思うかもしれないけど、本当にね短編と長編っていうのは似て非なるもんなんですね。もう全然違うんですよ。例えばね、サッカーの練習ね、プロ野球選手が、さ、プロね、野球の選手が、まあ、俺はプロ野球選手になりたいって、一生懸命バドミントンの練習してるのと同じなんですね。もう短編小説と長編小説って、野球とバドミントンぐらいの違いがあるんですね。はっきり言って、短編で培ったスキルは長編ではほとんど役に立ちません。で、
逆はどうか。長編のスキルはね、長編書けるようになったらね、これも短編も書けます。なんかよくね、短編は難しいとか、案外短編の方が難しいみたいなことを言う人いますけど、まあ、確かにね、難しい部分はあるんですけども、長編書ける人はね、短編もちゃんと書けます。でも短編を一生懸命書いてきた人っていうのは、案外長編がね、書けないんですよ。長編小説には短編小説にはね、ないスキルを求められるんですね。例えば視点を複数で描くとかね、時系列を崩すとかですね、まあその他いろいろあるわけですよ。あといろんなドラマを入れたりとか、物語を膨らまされたりとかね、深く、掘り下げていったりとか。短編小説ではそれらはやっぱり枚数の制限上できないんですよ。例えば短編小説で2人とかね、3人の視点で書く、3つ4つの視点で書くなんてこと自体もおかしいですしね。あと時系列を崩すってこともできないわけですよ。まあやろうと思えばできるんですけど、まあ普通はやらない。視点は1つで、時系列も順列で、あとね、内容とかテーマを深く掘り下げることがしたくても枚数の関係でなかなかできない。むしろテーマを掘り下げて掘り下げて掘り下げていくと、結局物語性がおざなりになっちゃって、ただのね、主義主張の小説になってしまうわけですね。まあそういうこともあってね、何度も言ってますけど、短編のスキルは長編ではほぼ活かせない。まあ文章力はちょっとつくかなぐらいのもんです。短編をね、100本も200本300本書いても、ほとんどね、作家デビューに関してはね、意味がないんじゃないかなと思います。で、これを聞いてね、多くの、もしかしたら、じゃあ長編小説書いてみようってなるわけですけど、短編小説を1000本書こうが2000本書こうが、長編小説を書いてない人はまたね、リセット、もう今までのことはね、忘れてください長編小説書いたことなければビギナーです、ワナビーです、初心者です。というわけで、今日は長編初心者が心がけることについてね、まあ、自分の経験談なんかを生かしてですね、交えてお伝えしていきたい、喋っていきたいなと思います。もうね、ラジオ感覚で聞いてください。コーヒー飲みながらね、ぐだ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 喋ってるので、まあ今回ね、もう映画レビューじゃないんで再生数も伸びないでしょうけど、まあミステリー作家らしいね、創作談義していきたいなと思っていますので、よろしかったらね、最後までお付き合いください。でね、長編初心者が心がけることはね、一つだけです。言いたいのはね、冒険はやめようってことですね。はい、大体失敗します。大抵失敗します。まずは基本にのっとった、つまりですね、小説ってのは3つの要素で構成されてるんですね。文章、ストーリー、キャラクター、この3つだと思われます。で、この3つで勝負してくださいね。それ以外のもの、例えば凝った文章、凝った言い回しとか、あと特殊すぎる舞台とかね、そういうので勝負しようと思わない方がいいです。まず基本的に、基本に立ち返って、長編初心者が心がけることがね、ストーリー、文章、ストーリー、キャラクター、この3つのいずれかで勝負するってことですね。そしてね、冒険はやめようってことなんですよ。例えばじゃあ小説を書くにあたって、皆さんまず決めなきゃいけないのはストーリーとかね、まあいろいろ決めるんですけど、次決めるのが視点だと思うんですよ。誰の視点で描くか、一人称なのか三人称なのか。でもね、中には二人称なんていうのはね、二人称、要するに主語が君とかはあなたとかね、お前とか貴様みたいなね、まあ、二人称っていうのはね、主人公というか書き手が読者に語りかけるような形式で描かれていく小説なんですよ。そうね、何があるかな、浜中あきさんの絶叫っていう作品がありますけど、これ二人称ですよね。いや本当にね、あの作品はすごい優れた作品で、最近ワウワウでドラマ化されてはいますけど、まあ、興味ある人はちょっと読んでいただけたらわかると思うんですけど、二人称形式でね、話が進んでいきます。だけどですね、長編初心者はね、二人称は絶対やめた方がいいです。大抵失敗します。まずは、一人称か、オーソドックスな一人称か、三人称視点でね、描いていきましょう。であとね、舞台ね、舞台、まあ、SF 小説とかだったらね、宇宙とかまあなるんでしょうけど、あんまりね、例えば普通の現代小説で海外を舞台にとかね、
特殊な土地を舞台にする。これもね、できたらやめた方がいいと思います。その土地でないと成り立たない物語っていうね、そういう必然性がないとね、なんでその土地でっていうね、なんでそこなのってことになっちゃうんですよ。これ結構ね、別にどこだっていいじゃんと思うかもしれないけど、やめた方がいいです。できたらね、そうだね、舞台はね、必然性がなければ、どこでもいいんであればね、東京を舞台にした方がいいと思います。なんでかっていうとね、東京ってところはもうみんな知ってますからね。例えば渋谷のスクランブル交差点なんて、いち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 説明しなくてもみんな知ってるんでね、もうスクランブル交差点だって一言書くだけで、いちいちね、情景描写いらないんですよ。だけどこれが例えばね、リヒテンシュタインの首都シャマンベとかさ、あとまあ何、ブルキナファソだとかね、そういう舞台にするとですね、じゃあブルキナファソ、例えばブルキナファソの首都、なんていうとこ首都だか知んないけど、そこにスクランブル交差点があったとしますよね。だけどブルキナファソの首都の駅前の交差点なんてみんな知らないでしょ。ってことはね、どのぐらいの大きさでどれぐらいの人間が行き交っているのか、周りの風景はどうなのかということね、いち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 ね、説明しなきゃいけないわけ。だから場所を移動する、タクシーに乗る、じゃあタクシーだってどんなタクシーなのか、どんな運転手なのか、で街並みはどうなのか、気候はどうなのかね、物がレストランに入ればどんな食事が出てくるのかとか、味はどうなのかとかね、もう目に映るもの全て全てをね、説明していかなきゃいけないんで、情景描写とか、あと説明とかにね、めちゃくちゃ枚数をね、割いてしまうんですよ。書かなきゃいけないんですよね。まあ、だからこそ長編小説なんでしょうけど、これがさ、東京だったら、ほぼ説明いらないもんね。例えば、情景描写に、ブルキナファソとかだったら20枚、情景描写に、まあね、必要だったのを、東京舞台にしちゃえば、多分2枚とか3枚で済むと思うんですよ。だけど、起こってる物語がね、同じ。で、それが、例えばその物語が、ブルキナファソで起こっても、別に東京で起こっても、両方とも成立するよって言った場合、なんでいちいちブルキナファソにするんだってこととね、ブルキナファソにすることで、いち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 読者は、情景描写をね、読んでいかないと、想像していかないといけないんですよ。で、ここでね、初心者が陥りがちなのが、読者にね、想像を強いるんですね、想像。例えば、凝った言いました。例えば、小説なんか書いてるとね、小説書いてる人たちが、なんかさ、小説だから、やっぱり小説っぽい表現で書こうかなって、かっこつけたがるわけ。そうすると、まあ、ちょっとね、凝った言い回しとかするわけですよ。でも、凝った言い回しをするってことは、それだけ読者に想像力をね、想像を強いるわけですよ。だから読者はその文章を読んで、いち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 想像しなきゃいけないわけ。これ結構なストレスですよ。ねえ、真っ赤なバラって一言言ってくれれば、パッてわかるものを、いち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 またその真っ赤をね、別の表現を使って、凝った表現でね、書いていくと、その真っ赤を読者はね、いち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 想像しなきゃいけないんですよ。イメージがなかなかできない。で、結構この作業はね、読者にとってはストレスであり、まあこうリーダビリティをね、削いでしまう可能性があるわけですよ。これが超絶表現力っていうかね、超絶技巧の持ち主であれば、その読者の想像させることでね、それがまたこう豊かなね、読者にとっての読書体験になるっていう、それだけのね、スキルを持ってれば、まあやればいいんですけど、まあ、大抵の人はね、そんなスキル持ってないわけですよ。なのに中途半端に小説風なね、描写をすることで、読者に無駄な想像をするという作業を強いてしまう、負担をかけてしまう。それによって読者は物語に感情移入しにくくなってったりするわけですよね。場合によってはもう読むのやめてしまうわけですよ。いやー、だからね、凝った文章とか意味のない特殊な舞台、そういうことで勝負するのはやめた方がいいです。例えば自分はヨーロッパが好きだからヨーロッパを舞台にしたいんだっていう動機でヨーロッパを舞台にするのもね、あまりよろしくないです。その物語がヨーロッパじゃないと絶対に成り立たない、東京では絶対に成り立たないというストーリーがなければね、もうできたらね、
舞台は地方に住んでる人もあえて東京で書いた方がいいです。まあ、地方だとね、例えば僕は出身浜松ですけど、結局ね、ブルキナファソもリヒテンシュタインもオシャマンベも浜松も同じなんですよ。浜松を知ってる人なんてほとんどいませんからね。浜松市民だけですから。だからいち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 浜松駅前のスクランブル交差点をね、いち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 詳細に書いていかなきゃいけないわけですよ。まあ浜松駅前にスクランブル交差点なんてありませんけどね。だから皆さんがまず肝に銘じることは、凝ったりね、技巧を凝らすことで読者に負担をかけるというリスクをね、踏んでいるっていう自覚をね、常にやはり持つべきです。まずね、やっぱりリスクっていうのを考えた方がいいんですよ。例えば視点を一人称にするか二人称にするか三人称にするか、これもね、それぞれリスクがありますね。文章もそうです。凝った文章にする、凝った文章にすれば凝った文章にしたね、リスクがあります。時系列もそうです。過去現代、過去現代とやるね、時系列を崩す。あとカットバックを入れる、ここだけ、ここの部分だけね、過去の部分に一瞬だけ戻ると、こういった技法もね、リスクが伴うっていうことをね、常に意識する。でそのリスクが見合うものであればね、読者体験の読者にとって読者体験に見合うものであれば果敢にね挑戦すればいいと思うんだけど、単にねちょっと木をてらいたいとか小説らしくしたいっていうのであれば、それはね絶対やめた方がいいです。すべてね、自分のやることに対して必然性というものを考えた方がいいね。どうしてここで時系列を崩す必要が本当にあるのか。別にこれ時系列を崩さなくても十分物語として成り立つよねと思った時は崩さない方がいい。つまり冒険はしない方がいいです。もうちょっとねそこら辺に対してね詳しい話していきますと、今日はそうだね、視点と時系列についてお話ししていこうかなと思うんですけど、まあね、視点の使い方とか時系列の使い方とか、そういう技法的なお話ではないです。うん、それはね、もうなんか本読んでください。聖書みたいな、そういう小説作法の本があるので、それを読んでもらった方がね、手っ取り早いと思います。まずはね、そこから入っていった方がいい。視点は何かっていうことね。いまだに僕もね、ちょっと視点には自信はないんですよ。でも、きちんと視点にはこだわった方がいいです。特に小説初心者の方は、最初からね、視点にかなりこだわって始めていった方がいいと思います。で、なんでね、視点がそんなに重要なのか。日本の小説ってね、おそらくまあ日本の小説、これ僕の感覚なんですけど、日本人っていうのは、そのね、小説の主人公に強くね、感情移入しながら読んでいくみたいなんですよ。例えばね、海外の小説、まあ僕もね、海外のミステリーとか読むんですけど、とっても苦手なんですよ。まあ、読みにくいんだよね。あれはまあ多分ね、海外の、まあ、文法の問題だと思うんだけど、一つの文に、例えば一つの文章にね、複数の人間の視点がね、入り乱れてたりすることがあって、そうすると、なかなかね、感情移入ができないんですよね。それ皆さんもわかるでしょう。主人公が私とかね、俺とか、あと鈴木さんとかね、鈴木っていう主人公がいたら、その日本の小説っていうのは、まあそこにね、ずっと視点がね、張り付きますから、例えば大志を丸々その人物の視点でね、描かれていきますよね。例えば一つの文章に二人の視点が入るってことは、まあないわけじゃない。神の視点っていう小説もあるんでね。例えば歴史小説とかね、いうのはまたちょっとね、そういうのが、そういう体裁の小説結構ありますけど、あれはね、歴史的人物とかを使ってるんで、もうそもそも歴史的人物、やっぱ織田信長とかね、豊臣秀吉みたいな歴史的人物に感情移入なんて鼻から無理だからいいんですよ。でも皆さんが書く小説っていうのは、まあ、現代小説がほとんどだと思うんですけども、まあ基本的には実在しないあなた方、皆さんが考えたキャラクターが主人公だと思うんですよね。だからそういった場合の小説に関しては、読者は、主人公、視点の主人公に感情移入しないとね、なかなかね読み進めることができないんですよ。まあ、日本人の多分それはね、特性というかね、まあ、民族性とか人種性なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうやって感情移入することによって、読者が、まあ、例えばそのミステリーだったらね、探偵役となり、一緒に主人公と一緒に
謎を解いていってね、まあ、犯人は誰だとか動機はどうだってことをね、想像しながら推理しながら読み進めていくんですよ。なので、やっぱり感情移入っていうのを途切れさせるわけにはいかないというか、途切れさせちゃダメなのね。そこで考えなきゃいけないのは、じゃあしてね、その感情移入が途切れる時というのはどういう時なのかってことなんだよね。まあ、これはね、もう明確で、場面が変わった時とか、とにかくね、変化した時なのね。大きく変わった時なんですよ。例えば、視点が変わった時とか、あと時系列が変わった時、舞台が変わった時、場面が変わった時、場所が変わった時なんですよね。わずかなね、変化で読者っていうのはね、感情移入がそがれてしまうんですよ。まあ、一番大きくそがれるのは、視点が変わった時ですね。視点。よく三人称多視点で、書かれる小説、まあ長編だとね、一人称だけでずっといく小説ももちろんあるんですけど、あの一人称小説のね、欠点としては、主人公の周りの、主人公の見たこと聞いたこと以外は書けないんですよ。だから主人公が例えば、お昼にね、東京にいたとしたら、その東京にいたそのお昼のね、東京のその主人公が見てる中の出来事でしか書けないわけですよ。だから同じ時刻の名古屋の出来事っていうのは絶対書いちゃダメなのね。書けないんですよ、一人称だから。で、基本一人称視点っていうのはもう最初から最後まで一人称です。これ基本です。途中の他の人間の視点を入れるのはダメです。まあダメとは言わないんだけど、しない方がいいです。一人称はずっと一人称。だからこれはやっちゃうと、もうとてもね、世界の狭い小説になっちゃうわけですよね。だから主人公の見えてるものでしか語れないから。だからそれに対して、世界を広げるという意味でね、三人称視点というのが存在するわけですよ。三人称視点というのは斉藤とか鈴木とかね、あの主語が私とではなくて人の名前になるわけですけども、これはね、これの利点は、斉藤さんの視点、鈴木さんの視点で描ける。要するに、まず斉藤さん、例えば午後12時の出来事を斉藤さんの視点で描いて、それが東京の出来事だったとする。で、第1章がそれね。で、第2章は鈴木さんの視点で、同じ12時、だけど名古屋の出来事っていう風に、舞台を変えてね、まあ、世界を広げることができるので、同時にドラマ性もぐーんって広がりますよね。で、長編小説にしやすいわけですよ。当たりね、一人称だと本当に主人公の見たままの主人公のことしか書けないので、そんなに書くことないなってなるとね、200枚で止まっちゃったりとかするんですけど、三人称視点で複数の視点で登場人物をね、複数の視点で第1章は鈴木さん、第2章は斉藤さん、第3章はまた鈴木さんっていう風に書いていけばね、まあ、とにかく長編小説に持ってきやすいっていう利点がありますね。だったら三人称で書くのがベストだよねって思うかもしれないんですけど、三人称には三人称の欠点というかデメリットがあります。もちろん一人称には一人称のデメリットを今話しましたけど、メリットもあります。これが今さっきからね、何度も言ってる感情移入なんですよ。当然一人称視点で書いた方が読者は簡単に、いとも簡単に感情移入してくれます。うん、要は感情移入がそがれるっていう機会がね、ほとんどないんですよ。でも三人称視点で描くと、例えば第1章鈴木さん、第2章斉藤さんになるった場合、第1章で読み終わる頃にやっと読者はですね、第1章の鈴木さんに感情移入してるわけなんだけど、さあね、鈴木さんに感情移入したっていうタイミングで2章に移っちゃうと、またね、感情移入がリセットされて、読者は今度第2章の斉藤さんにもう一回感情移入をね、し直さなければいけないんですよ。これはね、読みづらさにつながります。だからよろしくないのが、三人称視点で例えばね、登場人物が何人か出てくるんだけど、一人の視点で描くのを、原稿用紙が例えば10枚、はい、次の人は5枚、次の人は15枚、次の人はまた5枚、みたいなのはね、一番やっちゃいけないことなんですね。だって5枚や10枚ではその人物に感情移入なんかできませんから、感情移入する前にまた次の視点に移っちゃうと、また感情移入し直しで、ろくに感情移入もできない
状況で、また次の視点に移ると、また感情移入し直しなんですよ。こうなると非常にね、読みづらくなる。感情移入がいつまで経ってもできない。こういった作品はね、リーダービリティが低いってわけですよね。可読性が非常に低い作品となってしまう。要はとてもね、読みづらい。読みづらいイコール、面白くないにつながるわけですよ。だから、三人称で書くときはですね、一人の人物で書き始めたら、そうですね、どうだろう、感情移入がある程度できて、その感情移入に満足できる枚数ってね、最低僕50枚はいるんじゃないかなと思うんですよね。原稿用紙50枚。だから、その人物で書き始めたら、できたら50枚ぐらいはね、書いた方がいいと思います。50枚ぐらいあればね、感情移入した上、その余韻をしばらく楽しむことができますけど、30枚とか20枚だと、やっと感情移入したかなってところで切り替わって、またリセットされてしまう。で、鈴木さんが斉藤さんになる。またね、鈴木さんに戻っても結局同じなんですよ。鈴木さんにね、また戻ってきても、じゃあ前の鈴木さんの感情移入がね、継続されるかって言ったらね、そんなことないんですよ。もう一回ほぼ最初から、その鈴木さんに感情移入をし直さなきゃいけないわけですね。人間ってやっぱりね、そこんなにね、マルチタクスクではないんで、やっぱり感情移入っていうのは、一回につき一人なんですね。ですから、視点を変えるということは、大きなリスクがある。読者から感情移入を奪ってしまうというリスクがあるっていうことを肝に銘じておいてほしいですね。はい。そう、視点を変えるってことはリスクなんですよ。読みづらくなる。つまり読みづらいってことは面白くなくなるってわけですから、視点はできたらね、変えない方がいいんです。できる限り。だから、じゃあ私一人称で書きます。すべて一人称で書きますよ。もちろんいいですよ、それでも。でも一人称で書くと物語、ドラマが広がっていかないという、いつまでたっても広がっていかないという欠点があります。そこをどううまくね、バランス取るかっていうのはやっぱり腕の見せ所だし、まあいいんですよ。私は三人称だ専門。私は一人称専門。三人称で書くことは金輪際ありません。それでも全然構わない。ただ、ここで言いたいこと、初心者の皆さんに言いたいことは、視点を変えるということは、リスクを伴うっていうことをね、頭の中に叩き込んでおいてほしいなと思います。で、視点の他にもね、感情移入を削がれる要因っていうのもう一つあるんで、それはね、時系列ですね。例えば、同じ人物、鈴木さん、同じ人物でも、現代の鈴木さんと過去の鈴木さん、これは同じ人物でも違う人物なんですよ。読者にとっては別人物なんですね。感情移入は同時にやっぱりできないんですよ。例えば第1章が現代の鈴木さん、そして第2章が過去の鈴木さんとなった場合、第1章の感情移入が第2章に引き継がれるかって言ったらそんなことないんですね。第2章は第2章でもう一回過去の鈴木さんに感情移入しなきゃいけないわけ。わかりますよね。つまり時系列を崩すということもリスクなんですよ。よくなんかね、やっぱり小説書いてると木をてらったこととか、そういう技巧に溺れることってあるんですね。よし、じゃあ時系列バラバラにシャッフルしちゃうぞみたいなね。時系列はもう順々に書いてった方がいいです。途中で過去のシーンを入れるとかね。例えば永遠の子っていう小説ありますよ。天童新さんでしたっけ。あれはね、現在過去、第1章現在、第2章は何十年前、10年前だか20年前、それでまた第3章は現在で、第4章はまたその何十年前の過去っていう風に過去と現代を行ったり来たりしているんですね。まああれはね、もう傑作と名高い名作なんですけど、だからといって皆さんね、あれをやろうとしちゃいけませんぜ。大抵失敗しますから。あれは天童さんだからできたんであって、長編初心者の皆さんがね、とても手を出せるものではないんですよ。時系列はね、順列でずっといけば、要するに第一章からスタートした物語がずっと時間の経過に忠実にそのまま起こったことを順々に書いていけば、感情移入が削がれるということは、時系列が原因で感情移入が削がれるということは全くないわけです。で、視点も変えなければ、一人称視点であれば、要はその小説で感情移入を削がれるということはないんですね。いくら同じね、一人称視点でも、例えば現代の私と過去の私では、実はこれ、別人物扱いになりますから、読者は感情移入
してくれるかなと思いきや案外してくれないんですよ。でまあね、同じ一人称なのに過去現代過去現代過去現代みたいなのを繰り返していると読者にとってはね非常に読みにくい小説になっちゃうのね。だから長編小説の初心者の皆さんが心がけることはまずはなんつってもね面白い物語を書くんだとか面白いキャラクター書くんだとかこれ当然なんだけど技巧的な面で言うととにかく読者の感情移入を維持するっていうことをね常に考えてください。できたら最初から最後まで感情移入を途切らせる回数をできるだけ少なくする。ゼロは難しいと思う。まあ途中でねやっぱり三人称で書いたらどっかで必ず視点っていうのが切り替わるからゼロっていうのは難しいと思う。でもそのタイミングとかその配分っていうことはねちゃんと考える必要があります。で初心者の方っていうのはね案外そこら辺頭にないんでもう例えばカットバックとかすぐ入れたがるんですよ。例えばほんの 2,3 枚の過去の出来事を途中で入れたがるんですよね。それでどういう弊害が起こるかってこと分かってないのね。はい、今までせっかく感情移入その人物に感情移入してきたのに不用意なカットバックを入れることで一回そこでリセットされちゃうんですよ。でそのカットバックが2枚とか3枚で終わるでしょ。そしてまた再びその登場人物の視点に戻った時じゃあその登場人物の視点がね2枚3枚前の感情移入が維持されてるかって言ったら実はそんなことないんですよ。またもう一回ね感情移入をがね巻き戻ってしまう。まあゼロにはならないけどね巻き戻ってしまってもう一回ねその時点から読者は感情移入をし直さなきゃいけない。だからカットバックが一箇所だけじゃなくてねポン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 入ってるとねそれの繰り返しになるんで読者にとっては本当に読みにくい。そのくせじゃあそのカットバック本当に必要なのって言った時あまり必要でなかったらこれはその小説におけるダメージしかないわけですよ。僕たちは物書き、僕たち小説家っていうのはね、読者におもてなしをする立場ですから、読者に常に気持ちよくなってもらわなきゃいけないわけなんだけど、要は自分の独りよがりな、ね、独りよがりによって、その読者がに負担をかけちゃいけないわけですよ。ストレスをかけちゃいけないわけ。そのストレスは何か。想像を強いる、やたらと凝った描写とか、言い回し、特殊な文章とかね、あと意味もなく特殊な舞台とか、そして視点の切り替え、時系列、あと場面の切り替えなんかもそうですね。日本で鈴木さん、日本ね、鈴木さんの日本の出来事、同じ鈴木さんのアメリカの出来事でもね、微妙に感情移入っていうのがね、そがれてしまいますので、場面展開なんかも要注意です。だからね、もう土地がポン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 変わっていくのもね、考えもんですよ。ね、第一章、もう第一章の中で、東京からスタートして、ニューヨークで、次パリで、ロンドンで、ってね、ポン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 変わっていく。これね、映画はいいんですよ。ドラマとか映画は、映像はいいんですよ。むしろ、映像はなんとなく、こう、なんていうかな、ゴージャスで、醍醐味があってね、とてもそれはね、楽しめるんですけど、小説それやるとね、感情移入の面で、結局、僕たち、その、読者っていうのは、映像がないもんですから、すべて頭の中でね、自分の頭の中で処理していかなきゃいけないんですよ。想像していかなきゃいけないわけで、想像するんだけどなかなかね、人間なんてそうそうね、瞬時に想像なんてできないんですよ。いろんな文章を読んでテキストを読んでいくうちにはこんな感じこんな感じってどんどんね想像を膨らませていくわけだけど、その膨らませている想像の最中に別のシーンに飛んでしまうと、そこがまたリセットされてしまう。また想像のし直しっていうことで、とにかくね、場面にしろ視点にしろ時系列にしろ変化することによって、それはイコール読者への大きな負担だってことを頭に叩き込んでおいてください。はい、まあね、なんかね、ちょっと偉そうに喋ってきましたけど、じゃあ俺の言ってることがね、正解かどうかって言われたら、これがね、ちょっと確約できないんですよ、正解とは。結局文学って何が正解かよく分かんないところがあって自由すぎるんですよね。だから僕の言ってることはね、今日お話ししたことはね、話半分に聞いてみてください。ね、すごく無責任なこと言ってますけども、これがね小説ってもんなんですよ。他の作家さんとかは僕と違うこと言うかもしれない。七尾さんの言ってること全然違うよっていう作家さんもいるかもしれない。でもその作家さんの言ってることも正解かどうかなんていうのはね、正直誰もわからないんですね。
はい、というわけでね、今回はここまでにしておきましょう。僕も仕事に戻ります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。